こんにちは、キラです。今回はフィリピン我が地方都市の海沿いにあるハッピーアワーをやっているバーを紹介します。この街には平日から飲めるバーがいくつもあります。以前別の動画で紹介した1杯100円でビールが飲めるようなレストランもあります。そして今回紹介するバーはそのレストランのすぐ近くにあります。すでに紹介しているレストラン同様、海のすぐ目の前にあり非常に眺めが良いです。店の前にはメニューも表示されていて、つまみは一律75ペソ、約150円ですね。Good afternoon. You guys doing the happy hour? Yes. Okay. What do you like? Pilsen? Pilsen? Pilsen, please.Where should I sit? It's up to you. Where do you want to sit? この店には無料 Wi-Fi もありました。以前別動画で紹介したレストランには Wi-Fi はあるものの、今は調子が悪いということで結局のところ使えません。よってネット環境という意味ではこちらのバーの方がいいです。そして驚いたのは、このカバーぬるくならないためにカバーをつけてくれているのですが、これを外そうと思ったらなかなか外れなかったんですね。で、その理由はかなり冷えたビールなので凍っていて取れなかったということです。そしてカバーを取ってみるとキンキンに冷えて凍ったビールが出てきました。私はこの地方都市で1年以上住んでいますが、こんなに冷えた瓶ビールが出てきたのは初めてです。まあ、大抵の店では電気代を節約しているのか分かりませんが、これだけ冷えたビールが出てくるということはありません。実際に飲んでみてもやはりキンキンに冷えていて最高です。このバーには先ほども話しましたがハッピーアワーというものがあり、午後3時からは割安でビールが飲めます。私はちょうど3時を過ぎた頃に行ったのですが、この時はお客さんは一人もいませんでした。まあ、なのでどこに座るかちょっと迷いましたが、まずは端っこの席、そして景色のいい場所に座りました。この時は YouTube にアップする動画を編集していました。最近 YouTube を始めてからこういった外で食事をすることは増えましたが、大抵の待ち時間はこのように YouTube の動画編集をしたりブログの記事を書いたりしています。まあ、私の場合セミリタイヤということですので、時間だけはあるので現在 YouTube の毎日投稿を続けています。よって少しでも時間があるときはこのように動画編集をしないと、とてもじゃありませんが毎日投稿というものはできません。先日私の1日のルーチンワークということで別動画を出しましたが、それを見ていただいてもわかると思いますが、私のセミリタイア生活というのはゆっくりのんびりしたような華やかなものではなく、毎日 YouTube の動画編集やブログを書く、そして3食の料理を作り買い物に行くといった非常にキラキラしていない泥臭い生活です。現在私は月20万円で家族4人と暮らしています。そこそこの暮らしをしたいのであれば全く問題なくこの町で暮らせます。しかしプチリッチな生活がしたい、定期的に割高なレストランで美味しいものを食べたい、定期的に小旅行に出かけたいなどの欲が出てくれば、その分は自分で稼がなくてはいけません。現在私は月5万円をコンスタントに稼ぐということを目標にしてブログや YouTube を行っています。この時は平日の昼間ですが、店の中から見ているとたくさんの車やバイク、そして歩いている人を見かけます。そして中には店の中にいる我々に対してお金が欲しい、物を買ってくれないかといったような人たちも来ます。そのような場合は店員の人たちが断ってくれる場合もありますし、私の方から断ることもあります。これはもちろん個人判断ですが、私の場合は基本的に物をあげるということはありません。とはいえ5歳6歳7歳ぐらいの子どもたちからお腹が空いたので何かをくださいと言われると、本当はあげてはいけないのかもしれないんですけど、いくらかお金をあげるような時もあります。しばらく飲みながら動画編集をしていると少し小腹が空いてきたので何か頼もうとメニューを見てみます。この店のメニューは大きく6つあります。Excuse me.
How much is the cheese stick? One. 1つ目はフライドポテト、2つ目はミートボール、3つ目はチーズスティック、4つ目は鶏の唐揚げ、5つ目はフィリピン風のシューマイ、そして最後は揚げ春巻きです。私はこの中から今回チーズスティックを頼んでみました。突然声をかけられてびっくりしたんですけど、どうやらチーズスティックが売り切れのようです。なので別のものにしてくれと言われたので、今回はチキンフィンガー、鶏の唐揚げにしました。しばらくするとチキンフィンガー、鶏の唐揚げに使うソースを持ってきてくれました。その際もう一本飲むかと聞かれましたが、食べ物と一緒に頼みたいということで断りました。そして4時ぐらいになってくると、だんだんと他のお客さんが集まり始めてきました。そしてこれは意外だったのですが、お客さんはすべて西洋人、おそらくほぼすべてアメリカ人の人だったと思います。どうやらこの店はアメリカ人の方がひいきにしている店なのかもしれません。なのでアジア人は私一人で、まあ、肩身は狭いということはありませんが、なんかアウェーなところに来たという気持ちは正直ありました。現在12月ですか、この時期になると子供たちがクリスマスソングを歌いに来て、終わった後にお金を欲しいとせがまれることがあります。まあ、フィリピンらしいというか、通常はバナナを持ってきたりマンゴーを持ってきたりして買ってほしいというのはあるのですが、この時期は、まあ、歌の押し売りと言っていいのかわからないんですけど、クリスマスソングを向こうから自主的に歌ってきて、終わった後にお金をくださいというスタイルの営業方法が増えてきます。まあ、こういった場合、私なんかはどうすればいいかわからなくて、どうしても何もしないということが多いのですが、今回周りにいたアメリカ人を見てみると、私の前でクリスマスソングを歌ったらいくらあげるよといった形で対応をしていました。まあ、私ももう少し慣れたらそういったお願いをしようかとは思っています。おそらく海外でリタイア生活をしているアメリカ人の人は日々暇なので、こういったところに来ているのだと思います。なのでこちらから話しかければ嫌な顔をせずに友達になってくれると思います。この時は私の隣のテーブルで3人のアメリカ人の方が話をしていました。話している内容は現在のウイルス騒ぎの話であったり、ワクチンの話であったり、そしてフィリピン人の彼女の話であったり、そういった内容が多かったです。私も全部耳を大きくして聞いていたわけではないのですが、そのようなことを大きな声で楽しそうに話をしていました。そして料理の到着です。これはチキンフィンガーといって、アメリカの方でもよくありましたが、鶏肉を油で揚げたものです。まあ、私は唐揚げと呼んでいますが、正確には違います。今回用意されていたのは甘辛のソースとトマトケチャップでした。それを両方お皿に取り、そして添えられていたカラマンシーと呼ばれるレモンのようなものをかけて食べます。このカラマンシーはフィリピンでは非常に有名で、いわゆるレモン的な役割をしています。今回食べたこのチキンフィンガーは非常にジューシーで柔らかく、また古い油を使っているといった変な油臭さもなく、非常に美味しかったです。それが6個7個ほど入ってまして、それで75ペソ約150円というのは非常にお得だと思いました。ここでビールが欲しくなり、店の人に2本目を注文します。ビールも1本55ペソということで、まあこれは午後3時からのハッピーアワー限定ということですが、それでも55ペソでビールが飲めるというのは最高です。通常自分で店で買っても40ペソはしますので、まあ、こうやって外で海を見ながらビールが飲めることを考えれば20円ほど高いですが、それほど割高感は私にはありません。そしてここで Kindle で本を読みながら一服しようと思ったのですが、また今回も家に忘れてきたということで、仕方なくパソコンを広げてネット記事などを読んでいます。すでにチキンフィンガーを指で食べていたので、
ここでは汚れないように中指のみでノートパソコンを操作しています。あと2本目に来たビールなのですが、動画では説明しようとしてうまく映っていませんが、中が少し凍っていました。つまりそれだけキンキンに冷えたビールということですが、やはりこの店の売りはビールがものすごく冷えているということらしいです。もしかするとアメリカ人の人がこの店をひいきにしているのもそういったことが理由なのかもしれません。まあ1時間以上いましたので、そろそろこの辺で帰ることにします。お会計をお願いして荷物をまとめてレジに向かいます。お会計はビール2本と先ほどのチキンフィンガーのつまみで185ペソ、約370円ほどです。今後も毎日情報を発信できるように活動していますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。そしてコメントや評価もいただけると嬉しいです。ありがとうございました。